本校では FC バイエルンミューン編の女子サッカー部門について説明する。1990年設立の女子サッカー、ブンデスリーガに初年度から参加しているチームの一つで、リーグカップともに優勝経験のあるドイツを代表する競合チームである。1970年6月6日設立。1976年、ドイツ女子サッカー選手権で優勝。 1990年に女子サッカーブンデスリーガが設立されると初年度から参加した。2年目の1991から92シーズンは14位に終わり2部のバイエルンリーガに降格。しばらく2部暮らしが続いたが、1998から99シーズンのバイエルンリーガで2位となり、トップディビジョン復帰を果たした。 2008から09シーズンは優勝した 1FFC トゥルビネ・ポツダムに勝ち点で並びながらわずかに1ゴールを呼ばずに2011-12シーズン女子 DFB ポカール決勝で 1FFC フランクフルトを下し1976年以来となるタイトル獲得を達成した2014から2015シーズン無敗優勝を達成女子サッカー,ーが発足後では 初めてのリーグ優勝であった。2015-16シーズン、連覇を達成。a ファーストレグセカンドチームは2008-09シーズンのレギオナルリーガスットで優勝し、2、ブンデスリーガー昇格を果たした。ありがとうございます。